エルチェリーグ第1週第3試合ですね、第1ゲーム目、沖縄のトラ VS、ラスカルジェスター。さあ皆さん見ていきましょう。よろしくお願いします。さあブルー側に陣取ったのが沖縄のトラ、パープル側に陣取ったのがラスカルジェスターとなっております。バンガモーグラガス練習、はい、まあ、定番ですね。そうですね、まあ、繰り返しになりますが、グラガス、アパメン選手の非常に得意なチャンピオンなので、はい、はい、さあ、そしてカージコ、ドレイブン。さあ、このドレイブンの番はどう見ますか。はい、まあ、路上選手、ドレイブンも確か得意だ、はいはい、お得意だったと思うんですけれど、はい、なかなかそれをバーンするというのは珍しいですね。そう、その中でカサディン、まあ、そのドレイブンに対して非常に不利なチャンピオンを使いたいとか、そういった意図がまああり得るんですけれど、ドレイブンに弱いチャンピオンっていうのはそもそも今あまり人気のチャンピオンの中にはいないので、ちょっとどういう意図があるのか、ね、はい、はい、そう。ロジョ選手はちなみにですね、ソロ級ではケイト、グレイブス、イズリアル、あとベインなんかを使われているプレイヤーですね。ああ、やはりバクナイクス選手も倍を取るという、倍という3連続倍ですけど、かなりプレイスタイル的にも合っているようなので、はい。さあ、そしてラスカルジェスター、アルフォード選手、そしてレインプレイス選手、おお、安尾、かなり安尾は強気なピックになりました。そうですね、先出しするとどうしてもはい、こちらの構成を相手に伝えることになりますよね。例えば、トップにマルファイトであったり、はい、ザックであったり、そういった打ち上げ系のチャンピオンが欲しいですとか、サポートにルルを置きたい、そういったのが相手に明らかになるので、ファーストピックするとちょっと対処されやすいんですが、ロックしましたね、はい。さあ、そうですね、シュガー安を着て、これ安尾、ちなみに安尾のウルトって芝穴のウルトで引っ掛け回しても発動するんですよね、はい、そうですね、しますね。そういう意味では芝穴という選択から、まあゼド。さあヤン選手はもともとは、AD タイプのミッドレーナーなんですよね。なるほど、はい。さあロックしましたね。で最近 AP 系統を、ソロ級でかなりやられていてっていう形だったんですが、 AD には AD を当てていくような形になりましたが、ゼド対、ヤスオ、どう見ますか。そうですね、あまり見ないマッチアップではありますが、まあうまくやれば、ゼド側が勝てるかなというふうには思います。やはりウルトですか。そうですね、ヤスオのウルトというのはやはり 1v1 で強力なものではないので、まあ、それに加えてヤスオがそのウルトの前準備として Q を打ったとしても、Q を見てからウルトで避けることが可能なので、まあ、1対1という面では Z に分があるかなというふうには感じます。さあ、そして珍しいチャンピオンなんですが、強い強いと言われているこの信者を、まあ、構成にはフィットしますね、はい、はい。まあ、ムンドと一緒に前に出て、はい、ヤスオも前に出るって感じですね。打ち上げでもいいですし、E で入ってからウルトで相手を、まあ、投げ払えばそのノックバックでヤスオが飛べますから。ただこれ新ジャオのウルトでの、はい、4人なりを打ち上げて、はい、で、ヤスオがウルトで行った場合っていうのはどういう判定になるのか。そうですね、ものすごく早く打たないとおそらくは多分あれですよ、ばらけてしまいますね、はい、そうなってしまいますね。なのでちょっと連打ですかね、はい、運用が難しいかなとは思いますが。さあ、そしてケイト来ましたね。ケイト来てからのカーマ。さあ、AP ダメージを確かに補える点ではカーマピックありだとは思うんですが、まあ、あと芝穴も AP ダメージが打たれてますね、はい。芝穴と相性がいいサポートチャンピオンではありますね、はい。やはり芝穴はかなり MS 依存度が高いので、こういったサポートが1体いるだけで相手のバックラインへの入りやすさというのはかなり底上げされます、はい。さあ、少し悩んでますが、これはロックしそうですね。あ、ロックしますね、はい、はい。さあ、そして最後はリールベルト選手のサポート、何を使うのか。サポートムンド。まあありえなくはないですけれど、ないですか。あー、ザイラー、まあまあ、先ほど MS 依存度が高いという話をしたんですけれど、はい、基本的に走って迫ってくるチャンピオンに対してザイラーはものすごく強力なので、シバナであったり、はい、そういったチャンピオンに後出しするにはもってこいですね、はい。
ただレーニング的にこのザイラ vs カーマというのはカーマの方がかなり有利だ、ザイラ少しきついレーンになると思います。そうですね、カルマの方が若干有利だとは思います。その辺はまあプレイヤースキルでというですか。はい、さあそしてシビル vs、あーっと変えましたか、モルガナということですか。モルガナ、まあ、波の方が自然ではありますね。ちなみに波の Q は、はい、あれ打ち上がってますけど打ち上がり判定ではないのでヤソのウルトは打てないんですか。打てるんですか。いや打てるはずですね。はい、記憶が正しければ。おお、ちょっと間違ってるかもしれません。あれスタン判定なんですけどね。いやあれは打ち上げですね。はい、あのエフェクトが違うだけで一応内部的には打ち上げなのであれはクレンズできません。あ、そうなんですね。さあそんな中、ロールがどうやら決まりましたね。シバーナ by 0、ケイト・カーマに対して、ラスカルジェスターですねが、ムンド・シンジャオ・ヤスオ・シビール・ナミということで、お互いアーマー、アーマー、アーマーというような展開にはなりそうですね。そうですね、まあこの、両チームの上の3人ですね、はいはい、というのをご覧いただければ分かるんですけれど、かなり、直線的に相手の後衛陣に突っ込んでいくチャンピオンがお互い3体ずつ揃っているので、はい、まあ、お互いにこう3対2の状況ができると言いますか、集団戦で5対5で当たっているんですけど、お互いに前衛3人ずつがお互いの後ろに突っ込んでいるので3対2のような状況が2つ生まれると、はいはいはい、そういう集団戦になりますね。これはさあではサモナースペルをオープンして、見ていきたいと思います。さあ、ブルー側に陣取ったのが、沖縄の虎ですね。オールフラッシュからのイグナイトが3枚、もう変わらずですね。そうですね、これ安定ですね。はい、さあそしてスマイトとバリアという構成。さあ対する、ラスカルジェスターですね。ラスカルジェスターはオールフラッシュからのエグゾーストイグナイトスマイトバリア TP テレポートということで、まあ、バランスよくといった形。TP、やはりムンドは TP なんですか。まあ安定ですね。あのムンドは決してレーンが強いチャンピオンではないので、はい、イグナイトを持ってもそんなにキルチャンスが発生しないというのがまず一つ、はい、でムンドで仮にレーンでキルを取れる場面があったとしたら、それって大抵あのもう包丁をひたすら当てて粘着している状況なのでイグナイトがなくても倒せるんですね、はい、となると、ムンドの本来の長所である集団戦に駆けつけるためのテレポートの方が相手からするとずっと嫌ですね。なるほど。さあ沖縄のトラ、キムですけど、まあ、こうなってくるとキーのプレイヤーというのは、そうですね、お互いのジャングラーですね。というのもバイもシンシャンも、まあ、かなりこう片道切符系のチャンピオンではあるんですね、はいはい、一度突っ込んだらもう後には引けないと、はい、なのでギャンクに行ってカウンターギャンクされると非常に辛いタイプなんですけれど、まあ、逆に言うとその自分から積極的にギャンクする分にはかなり、成功率が高いチャンピオンなので、はい、ここの差し合いがどうなるかですね。さあちなみに爆弾 X 選手のサモナーネームの由来は爆弾がかっこいいからっていう、なるほど、はい、なので、まあ、爆弾みたいに突っ込む場合っていうのはある意味、まあ、ちょっと合ってますね、合ってるという、はい、やつですね。ちなみにヤン選手のサモナーネームっていうのは本人がとにかく短いネームにしたいんだっていう話だったらしくて、はい、適当につけたらヤンというこんなのができたっていうなるほど、まあ、短いからいいんだよみたいなこと言われました。さあこちらですね、注目プレイヤーグランX選手、はい、ジャングラー、もうプレイヤープレイを見てもかなりガンガしつこいなという印象が、そうですね、相手のレーナーからすると非常に嫌なタイプのジャングラーですね、はい、さあそしてラスカルジェスターですね。まあ、ラスカルジスターも、そうなるとレインブレイン選手ですか。はい、死んじゃおうということですか。まあそうですね、沖縄の試合を見ていると爆弾 X 選手ジャングラーを中心にどんどん先手先手を取って、はい、オブジェクティブを自分たちが取っていくという展開が多いので、はい、まあそのジャングラーに有利といいますか先手を取らせるかどうかですよね。あ、なるほど、はい、まあ、レインブレイン選手も本人もかなり言われてて周りも認めるプレイヤーなんですけれども、すごく戦略戦術面においてものすごい研究をされる、はい、そうですね、はい、おそらく、はい、爆弾 X 選手のジャングリングについてもレインブレイン選手はあらかじめ調べているのではないかなと思っているんですが、はい、
そういう意味ではもうお互い手の内を出した中でのそうですね、まあ、BO2 ということで、はい、ちょっとまた違うゲームになるような、ね、イメージになってますね。そう、まあ、この YZ そして新車をヤスをどちらのコンビもですね、はい、ものすごく6以降のギャンク性能が高いと、うん、もう飛びつかれたらどうしようもないというぐらいの、ペアが両チームに揃っているので、はいはい、そこミッドレーンどっちが先にギャンクを決めることができるかですね。あーさあというわけで、LJ リーグ、第1週、第3ゲーム 第3試合第1ゲーム見ていきましょう。皆さんよろしくお願いいたします。さあブルーガニ陣取ったのが沖縄のトラ、パープルガニ陣取ったのはラスカルジェスターとなっておりますが、面白いアイテムが見受けられますね。はい、ドランズリングスタートのカルマ、はい、まあ、カルマ強気、はい、AP がなんとレベル1で47ありますね。これはさあやる気ですか。そうですね、グリフとクイントがフルフラット AP でプラスマスタリーとドランズリングでちょうどですね。はい、さあそしてナミのマジリシは49が当たると一発でこのダメージ。さあもう予測しているマントラ使っているのは確認済みですね。さあもう一回打つでしょうか。さあカルマのドランズリングスタート結局何が強いですか、 AP 上げることによって。そうですね、あの最近アニーで Q スタートドランズリングというのをやる方が、はい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 、高レートでちょいちょい増えてきているんですが、まあある意味それと同等でもうドランズシールドの回復で間に合わないぐらいのハラスをしてしまえばいいという考え方ですね。特にこのナミですと、はいはい、まあ、ヒールも持っていますけれどドランズシールドスタートのナミですと、はい、ちょっとそんなにマナ面のサスティンがあるわけではないので、まあ、ポークの命中率さえ高ければ、はい、もう圧倒的にポーク勝ちしてレーンから追い出すことは可能ですね。まあ、逆に言うと、はいはい、カルマのポーク当たらなければ何の意味もないのでまあここは本当に実力次第ですね、はい。まあ、なんか守るならなんか壊してあげようみたいな感じでドランズリングそうですねそれに対して当たらなければどうということはないという形のドランズリングス、あ、ドランズシールドスタートとなっております。さあお互い赤からスタートですね。さあレイムレイン選手が使う新庄は赤から、アルフォード選手がきっちりリーシュして、さあそして、沖縄のストラはバークナイク選手の使うバイボットレーンからのリーシュもらってのレーンスタート。さあゼロ VS このヤン選手 VS アーパーメイ選手、アーパーメイ選手今非常にレーンがそのうまいというかトップレーンがミッドレーンに変わったことによって CS を逃さないプレーになってきてるんですよね。本当にそうですね、レーンでも安定していますし集団戦でいつもキャリーしていますからね、はい、アパメン選手は本当に隙のない選手だと思います、はい。さあそんな中ちょっと面白いんですか、ボットレーンが少しおっとリールベルト選手がかなり有利な展開に持っていってますね。さあただ AD キャリーがロージョ選手のケイトにレンジの射程が非常に長いんです。そうですね、最初盤のオートアタックの比重が、大きい時間帯に関してはシビルケイトリンはケイトリン有利になりますね。はい、さあそんな中、まあ、当たらなければどうということはない、ちょっとワードを受けていない分うまくそれを利用してリールベルト選手がレーニング、助けているような形になってますね。さあバイはレベル3、新庄もレベル3、赤を取りましたね。さあ、まあ、死んじゃおうといえばレベル3ミッドガンクですよね。さあ、ね、レイムレイン選手入ってきますね。裏に回ってといったところなんですが、ヤン選手はゼロだぞ。ブリンク性能は非常に高い。どう仕掛けてくる、お互いレベル3なのはミッドレー。W をベイトしたいところですが、そうやすやすとは。そうですね、ダブル使ってほしいんですけど使ってくれない、もしくは取っていない可能性もワンチャンありますが、少し見てみましょう。ダブル取ってますね、きっちり。さあアパメン選手打ち上げはうまく入りませんが、ここで仕掛けていく、いいから、さあブリンクアウトして、さあ死んじゃう、いいから一発二発もう一発あれば打ち上がる、打ち上がったところで、さあイグナイト決めて、これは無理やり取りて、わースプラット取ったのはレインブレイン選手、素晴らしいガンク、これ大きいですね。あのやはりお互い似たタイプ、似たタイプと言いますか、まあ、メレーの、AD チャンピオンということで、はい、こういったマッチアップで先にキルが発生するとですね、はい、本当に通常のマッチアップ以上に一気に不利になるので、はい、これは Z かなり辛くなりましたね。なるほど。さあ Z はロングソードを1本購入、安尾も現在リコールに入っていますね。
あ、カルマ、リアルガールサーポート選手、ドランツリング買ったんですが、ちょっとうまく進めれてないような、思うようにトレーニングできてないような形なんですが、これはラスカルジェスタが非常にうまいということで。そうですね、茂みの使い方、まあ、あの先ほどからオートカメラでちょくちょく映るんですけれど、はい、リールベルト選手の制圧の仕方がうまいですね。素晴らしい動きですね、こちらは。ワード、おお、またワード置いて、さあ、ワードしない、入れさせない、9きっちり決めていく。さあ、ミッドレーンは、お、安終わったら、普通にこれ、あれですか、渋にまずは走るんですかね。そうですね、渋ラッシュですね。通常ですと、はい、ドランズブレードを1本挟むというようなことも多いんですが、この試合では序盤かなり有利を取っていて、ファーストブラッド、はい、まあアシストではありますが、ファーストブラッドも取ったので、もうさっさとコアアイテムを作ろうというビルドですね。さあ、フラッシュがないので、もう一度入ってますが、ヤン選手が、これ面白い位置だぞ。さあ、身体捕まえて、1、2、あと1回フラッシュアウト。ああ、ヤン選手はフラッシュアウト選択。あー、これフラッシュアウト相当ゼドはさらにかなり痛いですね。というのも、うん、ですね、安尾がそろそろレベル6になるんですけれど、はいはいはい、はい、まあ、W があるとはいえ、安尾の、まあ、飛翔距離はものすごいので、フラッシュがない状況ですと強引なギャンクを食らう恐れがあります、はい、これはレベル6に安尾がなった後に新車をもう一度ミッドに来ますね。なるほど。さあ、少しずつ波のマナが切れてきて厳しくなってきたのはラスカルジェスターですね。ボットレーン少し辛く、なってますが、ミッドレーンはなんかゼドの方はヤン選手の方がヘルス的には有利を取っていますが、なあ、バグナイク選手、これは、これはレベルが6ではないので、そうですね、ウルトはないですね、はい、まあ、これでバイとゼドが共にレベル6でしたらこのヘルスからでも強引にいけるんですが、ファーストブラッドが刺さったことで EXP 負けしていますからね。はい、さあ、そんな中、これはジャングラー同士の対決になりそう。9一度避けてきっちり打ち上げて、さあ、ただ沖縄のトラチームアップ非常に早い、一旦バックせざるを得ない。あー、ロージュ選手が一旦、こちらまで、来てましたね。さあ、ただきっちり壊して、あ、ピンクワード、あそこにピンクワード置くというのは非常にやはり大事なんですかね今。そうですね、あそこにあるだけでミッドへの、ただウルトから仕掛けているが、フラッシュアウト、イグナイトは入っていますが、アルボロ選手はウルトはクールダウン中ですが、デッドせずですね、うまく逃げ切ってました。はい、すいません、続きを。はい、そうですね、あそこにあるだけでミッドへのギャンクの成功率というのがかなり変わってくるので、はい、まあ、必須に近いピンクワードですね。今芝名トップで、まあ、フラッシュ EQ でギリギリ足りるかなというような場面だったんですが、はい、まあ、冷静に判断して今は無理に仕掛ける必要がないといった動きでしたね、芝名側は、はい、さあ、そしてムンド TP 落ちましたか。今トップに戻るのに使いましたね、はい、はい、さあ、そろそろレベル6動いてくる形なんですが、さあ、 AD キャリーでよくある、構造になってますね。 BF ソード買って、戻るレーナーと、セプター買って戻るという形、はい、ぶっちゃけどっちがいいと思いますか。まあ、チャンピオンにもよると思いますが、はい、このマッチアップです と、シビルがですね、ある程度サスティンが必要なマッチアップであること、はいはい、そしてケイトリンの Q を避けるおよび、ただただウルトから仕掛けてバイル、ウルトも入っている、ね、アップメッセージ、これはさすがに無理と判断 で、まあ、ロックになるとミッドは、はい、ね、これお互いそうなんですけど、これ新車が来ていれば Z が死にますし、はい、ミッドはどっちかが、ウルトを持った状態で来れば必ず決まるというような状況ですね。ミッドレーン地獄じゃないですかこれ。はい、これミッドレーンは本当に激しいですね。さあ、お互い100ゴールド差、ああ、ほとんど金額差はないですね。さあ、レーンでボットレーンにこれを仕掛けていますが、シビルのダメージはすごいが、ロジョ選手のダメージ、おーっと、ただウルトは妨害することに成功、リルベル選手、ただウルトは発動していないんですが、フラッシュアウト、スラッシュダウンしましたね。そしてリッキー P 選手はバリアを選択した。さあ、ロジョ選手は先ほどのコンボが非常に得意なプレイヤーでもあります。さあ、トップレーンではガンク刺さってましたが、ムンドはデッドせずといった形。ああ、今回のヤン選手のゼドは王権いきそうですね。そうですね、まあ、こちらの方が一般的な、カトラスで止めてブルータライザーからのルインドキングというビルドですね、はい。
さあ、そして芝穴もまずは、カトラス行ってっていう形ですね。はい、ムンドはいつも通り、まあ対面芝穴ならマクロームからっていう形ですね。あー、安を僕難しくてあまり使ってないんですけれども、はい、渋買ってからかなりチャンピオンの性能が変わるという話です。そうですね、渋がないともうお話にならないっていうぐらい渋と相性のいいチャンピオンなので、はい、それを買ってからが本番ですね。どういった点で相性がいいんですか？まあ、やはり渋の、クリットチャンスが、まあ、当然ながらパッシブで2倍になるというのもありますし、はい、渋は、単にクリットするだけでなくパッシブ部分もクリットする、それに加えてスタティック渋のパッシブのスタックはですね、移動することによってたまるんですけれど、安尾はスキルセット的にものすごくちょこまか移動するチャンプなので一瞬でスタックがたまっていくと。なるほど。そういったことを、全て総合するともう本当に相性のいいアイテムですね。さあ、とにかくここの視界を確保したいのはラスカルジェスターですね。さあ、狙いには来てますが、うまくミッドレーンに決めれない。そしてバークナイクス選手も気づいてますね。まあ、もうミッドレーンでの、まあ、2v2 の展開だが、これは映っていないか。さあ、入ってきてますが、9をきっちり避けている。さあ、逆に展開仕掛けるのはレインブレイ選手ですが、ここは当たらずと判断。骨川選手もミッドに来てますね。ただグループアップしてもタワーは殴れないので、これはドラゴン選択にはなるでしょうか。ムンドは TP は上がっていない、 TP 上がっていない。オリズを選択。さあ、ボットレーンでもいざこざが起こっていますが、ロジョ選手がきっちりケイトンのレンジを生かして、妨害はする。さあ、ピンクワード一旦壊してドラゴンに行きたいところだが、バクダイク選手仕掛けてレインブレイ選手を狙いに行く。さあ、死んじゃうウルト展開しますが、ゼロがきっちり1キル拾っていく。ヤン選手そのままアパメン選手を逃げ切れるか、逃げ切れるか。ただレッドバフはないんで逃げ切れそうだが、逃げ切れましたね。うん、 RJ は今のムンドがテレポートはないので、ドラゴンをすっぱり諦めてトップタワーを、トレードする形でもらった方が良かったと思うんですが、はい、ちょっと前目に出た時にですね、ワードに移ったところをしっかり狙い撃ちされてしまいました。なるほど。さあ、そしておっと、ウルトから仕掛けてデュアルガールサポート選手をスネア狙いに行きますが、ここさすがにフラッシュアウトですね。ちょっともったいないプレイがいくつかありましたね。はい、今の、シビルの動きにしても、はい、まあ、シビルがあそこに顔を出しても当然スティールできるわけがないので、はい、まあ、結果的にはフラッシュをタダで落としてしまう形になったと。なるほど。さあ、少しもったいない。おっと、きっちり決めてスタン入ってます、打ち上げ入ってますが、これはシビルのパッシブで何回でも殴れるぞ、何回でも。さあ、ナミのウルトで妨害しつつ、スネアはただリアルガールサンプル選手、これは素晴らしい動き。ティア、ね、マントラからのダブルでライフ回復しましたか今。まあ、またボットレンドの攻防もう一度続くか。リールベルト選手の泡が9が決まればといったところですが、ここはお互い牽制試合という形ですね。さあ、そしてこのシビルのビルドなんですけれど、はい、BF ソードではなくピックアクスを買うというお、はい、ルートですね。これはまあ当然ながら安価なので、早めにある程度の力を確保できると。はいはい。さあ、そんな中ガンクが、これリアルガールサーブでした。さあ、決まる。リルベル選手だ。おお、素晴らしい。アワタラ、これはナイス。ケイトリンのウルトでナイスキル。すごいね、シビル先ほどフラッシュを落としていたので、今フラッシュがあれば進路に入って防げることができたんですけど、はい、ただリルベルト選手今の打ち上げお見事でしたね。素晴らしいですね。はい、Q の予測地点に落とすという。さあ、金額差は1200ゴールド差、勝っているのは沖縄の虎が勝っていますね。ドラゴン差と、そしてキル差になるでしょうか。そしてあれだけグループアップしてるのに沖縄の虎はとにかくファーム負けないですね。さあ、ウルトから仕掛けていますが、これは逆にベイトという形なので、そのベイトのゲベイト、ああ、うまく取ってはいますが、ダウンしたのはレインブレイ選手、そしてアーパーメン選手。これバックダイク選手ダブルキル。新社がですね、まあ、モビリティとスピリットストーンしか持っていないという状況で、対してバイはそこにプラスアルファでエルダーリザードがあるので、今の 2-2 は装備差でどうしようもないですね。なるほど。さあ、装備差で少し辛かった。しかも赤箱持ってますからね。そうですね、はい。さあ、こうなってくるとちょっと新ジャオの強みというのが少し活かせなくなってくるでしょうか。そうですね、新ジャオというのはやはり先行して、火力で押し切ってこそのチャンピオンなので、
おっともう一度捕まえてウルト展開しているぞリキビ選手ただうまくあったリアルゲルさんロジョ選手がちょっといいが今方向をミスったように見えましたがリアルガードポ選手時間を稼いでただロジョがフリーロジョがフリーロジョがフリーただリキビいけると判断しているリキビ選手素晴らしい泡2回目キャッチさあリキビただこれはこの流れ合いはどうなるどうなるロジョはロジョは殴り合っている殴り合ってるか最後はリルベルト選手のダブルいやリキビさん素晴らしいですね今カルマの、スネアが適用されていたら危なかったんですがしっかりと避けていきましたねはいさあそんな中アルボロ選手のムンドが捕まってトップレーンではデッドさあこれで、タワーサがただラスカルジスターの方がタワーは折っていますね今ムンドもトップで捕まりこそしましたが、はい、相手のタワー下なので、まあ、死んだところで特に、はい何か被害があるわけではないですね、はいさあタワーを早めに取っていきたい沖縄のトラそれに対してとりあえずタワー先行という形でチームの金額をつけているのが現在、ラスカルジェスターただ、金額差では沖縄のトラの方が、1800ゴールドぐらい、約有利となってますねちょっと所持金額見てみましょうか圧倒的ですねジャングラーのゴールド差が辛いですねそうですね、はい、スピリットストーンとその完成形のまるまるアイテム1個分くらいの差がついてしまっているので、1000ゴールド差つきます。あとミッドレーンもすごいですね。はい。ゼド、ヤン選手のゼドがワンデッドしたものの、今現在金額5730ゴールド。さそれに対してのアーパメ選手のヤソが現在4700。その差3キル差分ついてますね。ギャンクの結果ですね。これは。ファーム自体は。おっとただうらーっとタワーがリキピー選手。まさかのタワーが入っているさヤン選手さらにウルト捕まえてレンブレイ選手一気にフォーカスをしていく。ウルトのダメージは少し足りないが、さあアルボード選手の裏からムンド入ってくるもののさすがにフラッシュ。シャウトきっちり泡で捕まえているが集団戦の3分後の形タワー背負っているために一旦バックさあヤスオが裏から狙っている動きをしてますがこれはいけないと判断タワーを狙いに行こう気になるからさあヤスオのウルトからさあただ3分後だぞタワーしたといえ3分後アボメ選手さすがにダンサームンドはもうウルトがないバクナイク選手が止まらないダブルキルさあリルベルト選手もデッドしてロジョがさあもう一度殴り合いに行くさあリクビーが来たがリクビー来たがリアルガールサポート選手が、ね、さあこれかなりリスキーな展開少しもったいないかそうですね新車王がカルマに直線的に突っ込んでしまうとあのように簡単にスネアされますので、そうですね今タワーを諦めてあの時点で素直に下がっておくべきだったと思いますがはいさああと10秒あるんでリコールしますねちょっと悲しいあと10秒待てばというシーンですけれどもいやー沖縄の虎強いですねそうですねやはりジャングラーのスノーボール加減が凄まじいのでヤン選手6キル0ドレッド3アシストというね、はい、もう3ファイヤー買いましたけどこれトップレーナーよりお金持ってるんじゃないですか下手したら持ってますねありますね6700ゴールドっていうのはトップレーナーが現在5500ということで相当持ってますねジャングラーが育つということはどのぐらい影響を及ぼすのかまあただのジャングラーじゃなくバイですからねさあその中ジャングラーまあもうバイが Q を打つだけでフラッシュアウトというさあバクダイク選手このままフリーのドラゴンを取りに行くのかああもうフリードラゴンですねムンドが囲う形を取ってますがアルフォロ選手これはさすがに無理と一旦バックさボットレーンに3人4人5人と固まってきてこれはダイブするような展開になってきてる沖縄のトラさあそれを分かっているレインブレイ選手一旦ブッシュで待機はしていて赤トリンケットをやってますがヤン選手さダイブにされるのでこれはリクビ選手はバックせざるを得ないですねさあラスカルジェスタータワーを完全にフリーで渡すような展開いやこれ沖縄のトラ素晴らしい動きですねそうですねかなり堅実に、まあ、タワーダイブするという圧力をかけているだけ実際にはしていないんですが、はい、さあそしてこれはここからはやはりケイトの仕事になってくるんでしょうかそうですねここはケイトリン・カルマというコンビが生きてくるシリーズのシチュエーションですねヤソの壁はちなみに通常レンジのアタックすらも防ぐことができるそうですねタワーを守るのに非常に長けている、チャンピオンになってますが
さあ 5V5 での睨み合い、かなりいやいやアルフォロス選手のムンドの包丁が突き刺さっている。とにかく当たる、包丁がとにかく当たっている。さあ当たっている、素晴らしいポーク、そして壁。さあ殴っても意味がない。さあ今リールベルツ選手がチラッと狙いましたが、ワオ。さあここは無理な判断、一旦バック。アルフォロス選手それを見て追いかけるが、トラップに引っかかる。さあもう一度ワール展開して、しっかりお互い確保している展開にはなってますが、これはミッドタワーに、どうやら切り替えそうですね。さあムーブメントスピードを、展開して、さあ素晴らしいミニオンが溜まっているためにかなり殴れるぞ。さあただし壁、ここでも壁。さあ壁のアパメになってしまっている。あー、そしてもう一度ボットレーンに向かいますね。この沖縄の虎の動きどう見ますか？そうですね、あのウェーブがきちんと上がってくることを把握しているので、全員で、まあはい、全員で展開しますね。さあこそ折れてないんですが、さあどんどん蹴って出すか、これ当たりに行きますよ。さあ波のウルトがあるので、その当たり方は、はい、ただ爆弾 X 選手が突っ込んで、さあどうなる。あームンドはスネアかけられて、ロジョは守られている、完全にフリー。レインブレインも逃げるしかない。ヤン選手が追いかけて、アパメンが狙われる。そしてロジョのウルトで一気に逃げる、持っていって、アルフォロ選手のムンドは逃げますが、骨川鈴エモンが追いかける。ドラゴンボール、ただ包丁でペチペチやっていくが、さあヤン選手追いつけない、追いつけない。アルフォード、さあ素晴らしいチェイスをかけて、ここでさすがに無理と判断。今当たり方は RG 側も決して悪くなかったんですが、やはりフラントラインの耐え方がちょっと違いすぎましたね。はいはい、ムンドは、現状先ほど、今ワーデンズメール持っていますけど、集団戦の時点で微生児しかなかったので、はいはい、ケイトルにあまり張り付けない状況、さらに、ね、相手には Z もいるので、はい、かなり早い段階でウルトを打ちながら、まあ、離脱するような状況になってしまいました。対してバイと芝野は最後まで相手のキャリーに張り付いていたので、その差がもろに出ましたね。なるほど、芝穴も、まあ、王権行ってますので、はい、そこまで、そうですね、硬くはないんですけれど、はい、バイと一緒に突っ込むことによって、相手としては非常に対処しづらいというのはありますね。なるほど、バイの方が硬いというのも、なんかおかしな話だ。そうですね。さあ、バイ、トリニティルートいきますね。はい、これはもうキャリーする気満々ですね、バックナイクス選手。さあこれアパメン選手、これ捕まった、フラッシュはない、壁ではスネアは止めれないが、これはリルベル選手素晴らしいプレーで助けましたね。ムーメントスピードアップで逃げ切ることに成功なスカルでした。さあキングクソは現在8000ゴールド、さあこれをどう崩していくのか、非常に自分たちが、得意としているこの集団戦の中盤に差し掛かってはいるんですが、そこで沖縄の虎の方が一歩上か。さあロジョス選手きっちりタワー削っていく動き、さあここで仕掛けるか、ゼドのダメージが凄まじい。さあ横から爆弾 X 選手が来るぞ、Q が入ってロジョのウルト、なんという火力。さあアルボード選手のムンドがフラッシュインしてやってますが、ヤン選手とリキビ選手を包括されている。さあヤン選手素晴らしいプレー、爆弾 X をタワーダイブしても生き残っている。さあアルボードはそのままケイトに張り付けず、最後は捕まるか、いやーナイス執念か、ここでもチェイスして時間は稼いではいる。 RG はですね、本当にシビルの MS 上昇から、はい、あーもうタワーダイブ、はい、シンシャオとムンドが駆け込まないといけない構成なんですけれど、共にかなり、相手に比べて装備が遅れているということで、自分たちから駆け込むことができないんですね。なるほど。さあそして壁は張るものの、レンジじゃなければ意味がないということで、今メレーのお二方が一瞬で割っていきましたね。さあラスカルジェスタ1万ゴールド差、これを覆すにはやはりバロン戦になってくるでしょうか、ね、まあそうなりますね。ただラスカルジェスタはですね、もう野草がいるという時点である程度集団戦、はい、まあその野草を中心としたチームコープになっているので、集団戦で勝つ必要があるんですけれど、現状それができないと、はい、なので RG はスプリットプッシュせざるを得ないんですが、今度は相手に Z がいるので、 Z に対してスプリットプッシュ勝ちできるチャンピオンが今一人もいないということで、ちょっとどうしようもない状況ですね。さあZが非常に厄介ということですが、ヤン選手は
これ何行くんですかね。ゼロのちょっと面白いアイテムなんです。これまさかヨウムですか。まあヨウムでしょうね。はい、王剣ヨウム、ラストイスパーも購入済み。あ、ドラゴンに走りましたね。まあ相手がムンド以外全くアーマーを積んでいないので、はいはい、このヨウムラストイスパーっていうのでもうほとんどトゥルダメージに近い物理ダメージを相手に叩き込めますね現状。はい、さあさあシビルも頑張って BT ラストイスパーでまあせめて、パワースパイクを早くしようというビルドにしてはいるんですが、グローバルゴールドが違いすぎて、そうですね、はい、辛い状況ですね。金額もそうですね、まあ、相手は9000、1万もうそろそろ超えそうというところなんですが、7000、6000、5000ということで、ちょっとフロムタンクの金額もというところですね。さあアルモード選手のムンドが捕まっている場合の爆弾 X 選手がもういけると判断している。イグナイトは入っていないが、さあ9で貯めていくのか。いやもうこれはちょっと悩んでいる骨川スジオ選手、味方が悩むぐらい倍が育っているといったところ。さあリーベルツ選手をウルトから素晴らしい圧走のアーパーメン選手。さあアルボル選手のタンク、ムンドがかなりのタンクをしているが、リキピン選手がダウンして爆弾 X が止まらない、爆弾 X が止まらない。さあリールベルト、リールベルト逃げ切れるか、逃げ切るか。アパメしっかり火力出すが、壁のアパメになっているか。さあロジはそのか壁をうまく利用して、アパメ時間稼ぐものの爆弾 X が止まらない。その間にヤングは、ヤンはボットインヒビターをどうやら壊せそうですね。今の沖縄のトップへの仕掛け方は明らかにやりすぎ でそれに対する RJ の反応も良かったんですが、はい、いかんせんこれほどゴールド差があると、そうですね、はい、どうしようもないですね。入ってグッドゲームですね。さあ勝利したのは沖縄のトラチームとなりました。